多分赤ちゃん抱えて一生懸命、お仕事なさってる方もしくはお家で本当に、赤ちゃん の、ね、夜泣きと戦ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、お母様自身が音楽を聴いて、あ、なんか本当に心がファッとこう溶けた瞬間って、赤ちゃんも一緒にそうなってるのがきっともう体験済みでお分かりだと思うんですけれども、なんかそういう空間を提供できる歌を皆さんに差し上げることができたらなっていうふうに思っています。歌の仕事をやってて一番良かったなって思った瞬間は、舞台に上がった時にすごく結構緊張して上がるんですけど、舞台に上がった瞬間にお客さんがくれるパワー、それを受けてみんながこう私たちに向かってこう拍手をしてくれる瞬間が一番嬉しい瞬間です。オペラ歌手になりたくてこう磨いてきた声なんですけれども、その声を生かした皆さんと同じ空間を共有できるようなハートフルな歌が歌える歌手になりたいです。クラシックの演奏会とか日本で行くとどうしてもなんか壁があって、向こう側で行われていることをこちらに伝えてくるっていうようなニュアンスがあったり、自分も歌う時にすごくそういうかしこまったまあパチッとした曲をやるとか、いろいろと区切りがあると思うんですが、今回は、大人の人が楽しめることが前提なんですけれども、例えばお子様がねママって言って何か話してもいいですし、それから赤ちゃんが泣いちゃったりとかっていうのもある程度までは全然何をされても大丈夫ですよっていう空間の中で、イタリアでやってきたような感動する音楽を日本の皆さんに届けたいっていう思いで、それは高級なものを一緒にやりたいという気持ちではなくって、本当にリラックスしてお母様たちがもうリラックスして、お子様たちもそれを感じて一緒にリラックスした空間が持てればなと思います。私自身が一児の母として、なんか皆さんと同じ時間を共有できたらいいなと本当に夢だったんですけれども思ってます。ぜひそのことを皆さんのお力で実現させていただければなと思います。そして来ていただいた暁には本当に本当にきっとハッピーになれる空間をみんなで盛り上げてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Oh!